るさマックスで。え？お、今月すげえ綺麗。これ。もう一回ちょっとこれ。あ、間違えた。で、ここで開会式してやる。分からん。ただの頑丈なポイント。なんかこれ。綺麗だね。今日綺麗だよ、満月。スマホでどこまで。なんか違う感じに撮れた。なんか確認こぶったみたいな、ちょっと変だよこれ。あれ？本当は変な青い方した。じゃあとりあえずあそこまで行っちゃうか。入り口。いやでも百合綺麗だったな。うん。いいよね。あの猿園も越しちゃっていいよね。さすがに。いいよ時間がないんだ。あそこの感じ、あそこからで、そこからでいいよ。うん。であそこからライトつけてくからも。あやべえ、私ライト出すの忘れた。まあこれあるからいいけど。いや、システム出してもらおう。ありがとう。車のファスナーのとこに入ってんだよ。なるほど。全然。うん。うん、嘘だよ、開いてた。見たけど、見たてないと思ってた。あ、こっからもう見えたら綺麗だな。行きましょう。大丈夫、開いてこっちから行ってみる。え、こっちから開いてこっちから降りてみる。いや、時間かかるっしょ。でもこれ、そんな変わんないんだよ。いや、いいやめとく。多分、時間かかると思う。あなたね、言ってないから思うんだけど、ね、いや、言ったことあるから言ってんじゃん。あの、下って登るの辛いよ、今、俺。下りしかないじゃん、そこ。いや、登りあるよ。ちょっと下の登りあるわ、あれが辛いもん。もう下り、オール下りでいいやん。意外と山頂に来てる。ね、もうちょっと人少ないかと思ってた。俺もなんかいて2、3人かなと思って、思いのほか結構、ね、いたよね。まあやっぱみんな考えしてないんです、うん、ちゃんと夜装自体持ってれば帰り危なくないし、まあね、まあ1頃で降りれば全然もっと問題ないっていうのもあるから。うん、いやまあみんな考えることしてたよね。暑いのも嫌だし、遠いのも嫌だし、うん、でも息抜きはちょっとぐらいいいでしょっていう。密にならない時だったらもうこの時間しかないからね。まあね、冬を引き受けられたらすみません。